ホテル暖炉館は山梨県甲府市丸の内にあるホテルである。大正年間頃に撮影されたホテル暖炉館1887年に、アリス川の宮たる日と新能の来県を前に、山梨県が宿泊所を探していた際、飯野村の富豪であった中澤新吉が甲府にある屋敷を提供したのが由来とされている。その後、中澤新吉の配合である暖の帝の名前を取り、 暖炉館として、正式に旅館として、営業を始めた。暖炉とは、あらわに語るの意である。初代内閣総理大臣、伊藤博文が来県時に宿泊したほか、原敬、史、清里高原開拓に貢献した、米国人、ポールラッシュといった、政治家や、経済人、さらには、田野村直入、少林慶月、下村勘山、近藤光一郎、 徳富祖峰といった著名な画家や書家文筆家が登竜。山梨県の政財界、文芸界の中枢を担っていた。1945年の幸福集により消失するも再建され、1951年に株式会社化。1964年に近隣の旅館と合同で敷地内に温泉掘削を開始。 翌1965年に源泉が湧き出し、甲府温泉として開け湯、合わせて温泉旅館となった。市街地の発展のため1980年に業態を旅館からホテルに転換。合わせて鉄筋コンクリート作り、客室部分5階建ての建物を竣工させた。1992年に全館新築し、甲府の老舗ホテルとして現在に至る。 二代目の中澤三鶴平の時、江戸時代の学問所であった、起点館の門を移設し、旅館の正門として宿泊者を迎えていたことがある。しかし昭和になると、車の出入りの邪魔となったことから、門は撤去された。この門は、当時の山梨県議会議長に引き取られ、現在は、山梨県上野原市西原に移築されている。ありがとうございます。